はい、チーボくんがやってまいりました。はい、ちびっこのみんな拍手で迎えて、チーボくんのこと。はい、はい、チーボくんです。はい、ちょっと紐さしてまいりまして、だんだん暖かくなってまいりましたけれど、さあ、ここ駅前広場の方はですね、重大発表という時間になってまいりました。はい、チーボくんこんにちは。はい、じゃあ正面向こうね、皆さんの方見てください。チーボくんが遊びに来てくれてます。はい、ところでチーバくん、ここ八つユーロで去年かわいいマスコットができたの覚えてる？覚えてる。みんな名前覚えてるかな？なんて名前だった？チーバくん。チーバくんはチーバくん。ヤッピーっていう子がね、昨日、去年ね、八つユーロのマスコットとして登場したわけなんですけれども、ヤッピーちゃんに会えたら嬉しいよね。ねえ、みんなもヤッピーに会えたら嬉しくない？嬉しいよね。ということで、今日皆さんに初お披露目となりますヤッピーをご紹介で、お迎えください。どうぞ。ヤッピーお友達になって、この八つユーロをますます盛り上げてくれると思います。はい、じゃあもう一回拍手でヤッピーのこと迎えてあげてください。はい、ここでですね、はい、八つユーロの、商店会から、ヤッピーに任命状という形で、任命状を送らせてもらいたいですけども、八つユーロ、理事長の風見一輝、茜屋、理事長です、理事ですね、任命式になります。今日は、八つの、商店街の秋祭りに、お越しいただきまして、皆さんありがとうございます。任命状、八つユーロ親善大使ヤッピー殿、あなたはここ八つユーロに携わるすべての方々の深い深い愛情を受け、この度私たちの愛する八つユーロの親善大使としてここに任命いたします。これからは八つユーロと八つ商店街のさらなる発展に、私たちと一緒にヤッピーハッピーガンバッピーで盛り上げていきましょう。平成24年10月27日、八つ商店街協同組合理事長風見一輝。はい、風見理事長からヤッピーに任命状が手渡されました。はい、ということですね、今日からヤッピーが、ヤツユーロの可愛いマスコットとして、皆さんと共に、このヤツユーロを盛り上げていきますので、ますますの、可愛がりをよろしくお願いいたします。はい、これが重大発表でした。ありがとうございます。そのところでお客様から手挙げてください。ありますので、そのままレッツゴー。